週刊居酒屋はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、はい、んん週刊居酒屋ジンマの時間でーす。はーい。というわけでですね、こう今までいろんなゲスト呼んできましたけど、今回ちょっと特別な回にしようかなということで、ちょうどですね、ジンマ現場にですね、はい、ジンマ現場、そのジンマ現場っていうのがあるんですよ、実は、はいはいはい、世の中にはですね、いろんな現場がありますよね。ジンマ現場とか、杉山現場とかいろいろあるんですけれど、まあそこにですね、毎年10月になりますと、うん、名古屋の専門学校、はい、名古屋春さん、春名古屋校っていうのか、そこのミュージック学科の学生さんが1ヶ月間インターンで来てくる、インのターンで、はい、そう、インのターンで来てくれるんです、はい、インのターンで来てくれる、なぜ言い直したっていう、はい。でまあ、せっかくだからその学生さんをゲストに呼びまして、はいはい、まあ、なんていうかその将来音楽で何か音楽制作の道に進みたいという若者の質問に答えてみようかなっていう、はい、でそしたらその、ね、このラジオで、うんうん、お聞きの他の若い目指す方々の何か参考になればなっていう感じで、はい、お呼びしました、はい、宮谷レイジ君です。宮谷です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。声の張りがいい ね、ですね。ありがとうございます。まあ今日で3日目4日目ぐらいなんかな、そうですね、来てですね、はいはい、という感じですね。なんかね、はい、うん、なんか写真 SNS 見ましたよ、なんか飯食ったり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 、いつもじゃねえか。うちの現場は基本的に飯を食う、飯で買い直す。そうじゃない現場ですからね、はい、名古屋から来たばっかり、はい、そうですね、来たばっかりで、うん、名古屋すごい、うん、ご出身も、そうですね、愛知出身、愛知、なるほど、まあ、このラジオはですね、まあ、言える範囲、うん、まあ、言えないことは全然言わなくていいので、でもなんか言える範囲で全然言って、まあ、じゃあちょっとだけバックグラウンドをお聞きしようかなと思いまして、はい、まあ、音楽を始めたきっかけとか、どういう時期ぐらい始めて、そうですね、中学3から高校生に上がる時の休みにギターを始めたのがきっかけで、そこから高校時代はバンドをやってて、大学でもちょっとバンドをやって、でそこで仕事にしたいなっていうのが大学で芽生えて、今の、でその仕事にするにあたって制作に行きたいっていうので制作の学校に入ってっていうところで、なるほどなるほど、なので結構ゲーム学科とかもある学校なので、すごいそのそういったところも聞きたいなって思ってます。今日はゲームの、はい、そうか、基本的にゲーム学科が、春ってゲームじゃないサウンドもあるんですか？いや、でもゲームのサウンドですよね、多分。そうですね。あと、ミュージック学科っていうものの中に、フォーリーとか、いろんなことを、MA とか、音響交換もありって、その、多学科と連携しつつ、いろんなことをやってますね。歌物も作るし。フォーリーとか別になってるの、学科と。一緒ですね。一緒なんだ。4年間あるんですけど、3年生の時に曲を作るのがメインと、あとエンジニアがメインの学部に分かれて、そこで分かれるんだ、はい、なので、フォーリーとかはどっちの人も結構やってたりとか、効果音制作とかも勉強して、そうですね、なるほどなるほど、レコーディングと作曲とかはがっつり分かれる学校です。実際に効果音とか作るじゃないですか、結構プログラマーさんがもらったファイルをどう鳴らすのが正解か分かんないってケースは、ね、あるんですよ。例えば爆発音とか作るじゃないですか、はいはい、でゲームって、はい、例えば爆弾が3個あった時に、はい、同時に爆発する可能性があるんですよ、うん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 、例えばそうすると同じフレームで鳴っちゃうじゃない、うんうんうん、同じ音が、はい、それまずいんですよ、はい、同じ音サンプルが鳴っちゃうのが、はい、だからそれずらすのとか1音絞るのとか、はい、そこら辺知識がある、うんうん、あった方が絶対プログラマーはいいので、うんうん、すごくいいことだなぁとは今聞いてすでに思いましたね。そうそう、大事大事、伝わらないんで結構、で今3年生、そうですね、4年生のうちの3年生 で作る音楽を作る方を選んだ、はい、音楽を作る方、大学は専攻は何でちなみに、全然関係ないんですけど、ね、経営学部に入ってて、いいじゃないですか、いいじゃないですか、必要です、必要です、いや、ね、経営学とかいろいろ、まあいろいろあるけど、そうそうそう、いや、やってた方がいいっすよ。本当ですか？絶対。うん。だってね、だって、なんか、商売わかんない音楽の人いっぱいいるから、そうですね。よくない、よくない。やばい、やばい、あれは。そう、特に今はこの時代になってきて、フリーランスも増えてきてると思うので、より必要ですよね、その知識は。そうそうそう、大事です。いや、自分もね、大学出てからの、就職なので、うちはね、情報工学だったんですよ。ああ、そうそうそう、音楽は全くやってなくて、そうそう、なぜか音楽の道に進んだっていう、なぜ進んだ、プログラミングとかやってたんですよね。そうですね、そう、信号処理の研究とか、そうですね、すごい。でもそれが結果的に生きてるってことですもんね。生きてますね。なんだろう、音ゲーとか作るときに、自分が作った SE を、例えば、
なんだ、音ゲーとかだと、正解があったら正しい音程がなってほしいとかっていう時の仕組み作りを作ってシステム、プログラムさんにこういうプログラム書いてとかっていうのを指示出したりするので、やっぱ、うん、結構使いますね。というわけでですね、宮谷君に今回、まあ、こういう企画、特別企画にするってことで、何か質問があったらちょっと用意しといてみたいな感じでちょっと言っといたんで、はい、なんか聞きたいことあったら、うん、まあ、せっかくの機会なので、はい、杉山さんと、まあ、ジンマどこまで役に立てるか分かりませんけど、さあ、何か聞きたいこと、何かどうぞ。いや、なんかお二人ともに多分共通してると思うんですけど、はい、業務がすごい多岐にわたるというか、そのエンジニアリングから、もう杉山さんだったら SE で曲も作られて、で、ラジオも撮られてみたいな、はい、その、それがすごいなって、なんか曲なら曲とかっていう人がすごい多いイメージがあって、何でもやりますっていうのはいつからそうなっていったのかなって、なんかなかなかその、いっぱい手を出せない自分がいて、その一個のことを突き詰めた方がいいのかなみたいな。はどうなんですか？もともとのキャラなんじゃないのかなと思ってて、何でもやる、何でもやってしまう、手を出してしまうキャラなのかなと思ってまして、あとは、フリーランスとかやってると結構いろんな相談をされることが、それちょっと自分とは違うんじゃないかっていう相談が来た時に僕やっちゃう人なんですよね、うん、で例えば事務所に所属されてる方とかで、その事務所がマネージメントされて仕事を持ってきてくれる方だったら、曲を作ることだけに専念してるのはもうそういう道の方パターンが多くなるのかなと思うんですけど、うん、フリーランスとかでやってると何かといろんなことをするできる機会、チャンスみたいなのが多いんじゃないのかなと思うんですよね。なんとなく、今、例えば生配信の PA とかもやることあるんですけども、それも、ジマさんできやってくださいみたいな来てるの、あ、はい、みたいな感じで始めたのが、動画だったり、もうそんな感じで勝手に広がってたっていうのは、僕の場合はあるかな。あとはキャラ。キャラ、その、なんでも、なんか やってるの楽しい人なのか、それとも音楽しかやりたくない人なのかによってまた変わってくるのかなっていうのもあって、もう杉山さんもいろんなこと興味ある人ですよね。そうですね。あんまり実は考えてはやってきてなくて、小学校の時からもうゲームが作りたくてプログラミングやってて、大学までずっと表向きというか、学校とか、なんだろう、まあ、ゲーム作る、ゲームクリエイターの方、プログラムとかの方をいろいろ勉強したりしてて、で、まあ、とはいえ、高校ぐらいからシンセサイザー触って、趣味で、で、大学でバンド活動も始めて、で、やってて、だから、セガっていうゲーム会社に僕は就職したんですよ、最初。はい、でデモテープなんですね。だから音楽なんですよ。音楽しかやっぱりやってなくて、音楽とプログラムしかやってなかったので、効果音やってなくて、実は僕。効果音は、実は就職してからです。僕は。会社員じゃないですか。だから業務命令だったら、まあやんなきゃいけないんですよ。それは収録だったり。ただ、最初の社員研修の時に、まあレコーディングこうだよとか、いろいろは、一通り、研修で、研修ゲーム作って勉強とかやったんだけど、はい、効果音もそう、会社でこういうのがあるからやってみって言って、なんか、最初はそんなにうまくいかないんです。先輩の方がやっぱりうまいものがあってって。で、まあ、でも、まあ、入ってって言ってるうちに、あ、先輩のとここがこうクオリティ高くできるのかっていうのを横で見ながらオンジョブトレーニングみたいなもんですよ、自分は、最初は。だから、勉強の段階では音楽しかしてなかった。正直なところ言うと。何でもやってなかった。そう。ただ、大学の音楽サークルが多重録音サークルだったんですよ。そんなサークルがあるのか。オープンリールのテープが、当時はまだハードディスクレコーダーがなくて、オープンリールのテープが8チャンネルのがあったり、で、途中で自分のが部長の代の時に初めてハードディスクレコーダーが出てきて、デジタルトレンドとかあって、で、ドラムセットがなくて、とにかく曲を作る、レコーディングをする、歌を撮るとかって、そういうサークルだったので、で、年に4、まだ YouTube とかない時代だったので、年に4本ぐらいテープみんなで集めてとかっていう、レコーディングの知識とかテクニック、技術とかはそこでまず覚えて、覚えてというか、それはもうみんなでやる。でもそこはね、今時のね、ボカロ P とかみんなやってるじゃないですか。だからそれと一緒にあのことを12年、20年前にやってたっていう感じではあるんですけど、やってたんで、まあちょっとは知識はあった。そうですね。で、セガで5年勤めた後、ちょっと理由があって、セガ社内でレコードレーベル、音楽レーベル作る、Apex Duo 2でやってんで、3年間実はレコード会社の A&R やってたんですよ。で、そこで、
そのなんだろう、いわゆる CD とか の、はい、そのマスタリングとか、はいうん、レコードが流通とかの知識を覚えて、で、いわゆるプロミュージシャンとのコネクションもできて、そこからガクトさんにつながるんですよね。あで、また3年やってセガ辞めますって言ってフリーになった時に、今までやったことはとりあえず飯食うからやろうって言って、効果音作れます。その時はもう効果音作れますになってて、曲当然作れます。ゲームのいろいろ組み込み、今音の組み込みってすごく大事なの、組み込みもできます。レーベル、アーティストのサポートもできますとかって言って、会社員時代にいろんなことができるようになったっていうのが大きかったですね。なんか必要に迫られ、あ、でも会社員時代も、確かに、杉山君これできる、あ、できますよっていう。軽々しいの言わね。そういうタイプ、うん。やってから、やってから、勉強したり、後悔したりするんだけど、はい、とりあえずチャンスは全部乗っとくっていう。僕も同じタイプなんですよ、ね。とりあえず話来たら乗るよね。そうそう、できるって言われたらやります。できるじゃなくてやりますって言うんですよ。だって、そういう反射神経でやっちゃうけど、自分も ガクトさんのご自宅にいたときに、横にガクさんがぼーっとしてて、はい、ツアー次、今度ツアーやるんだけど、キーボード弾くあ、弾けますっていう、はい、それだけで決まったからね。ノリは大事ですよね。そう、そういう、はい、いきさつもあったりとかするので、割と、なんだろう、チャンスってね、割と、転がってるもんだと思うので、そうですね、そうですね、あちこちに行ってれば、足さえ運んでれば、でその時にあとは、いや、ちょっとって言わずに、もう、できますって言っちゃうっていう。失敗してもね、そのぐらいので、多分、現場はいくらでも回せるから、そういうので、だんだん培えるんじゃないかな、そういう。だから、その、最初から何でもやろうとしてたわけじゃなくて、結果的になんか増えてったっていうのが、印象としては、その正しいのかなっていう。だから今の状態でパッと見ると、はい、なんかすごいたくさんやってるじゃん、こういう人たち。すげえな、そんなのできないよと思うかもしれないけど、最初はそうじゃん。やっぱり少ない選択肢のやってることから増えてったっていうだけで。逆に過去の経験は、極力 100%、逃さず生かすようにはしている感じかもしれないな。大学アニメーション研究会にもいたんだけど、そのフレームの考え方とか、はいまあ、絶対ゲーム作る上で、はいあった方が便利だし、処理落ちとか、どこで起きてるかとか、勉強になるし、音つけるとかアニメーションとか、加速の具合とか、割と本気で何でも取り組めば、遊べば、もうあまり捨てるとこない気はするんですよね。だから、そう、あまり気にしてないけど、全力で何事も遊ぶ。何事も取り組むっていうのはやってる。なんかダラダラ遊ばないというか、極力なんだ、一回やったことを繰り返すより、やってないことをたくさんやることはちょっと気をつけて、とね、クリエイティブ分野だとすごい大事なことですよね。もう徹底的に遊ぶ、楽しむっていうのは。そうぐらいは気をつけてるかな。でもそんなもんですね。そうね。まあ次第に増えてくるもんですからね。そういう感じで。そんな感じありがとうございます。もうめちゃくちゃ参考になりました。参考になります。あんまりこうやってまじまじと質問されることが。確かにね。言われてみれば俺もなんだろう、はい。学校でものすごくあちこち真剣に将来考えてとかはやってないかもしれないよ。大学の時ってそこまで考えてる人と考えてない人っていうと、まあ分かれますよね。だって結果的に情報工学生きてるかって言ったら、はい、まあ生きてるけど、本業ではないからね、っていうの。杉山さんがセガを、はい、その就職で受けようとしたきっかけって何ですか、そのセガに入りたいってこと。その多重録音サークルの先輩で、はいはい、セガのサウンドの人が2人いたんですよ。はい、ああ、偶然。ああ、そうなんですか。もう2人とも辞められてるんですけど、1人は昔ナイツってゲーム作ったりとか、はいはい、で佐々木智子さんっていう人がいて、はいはい、セガの割と有名だったサウンドクリエイター。今、東京ハイジって。そうですね、東京ハイジですよね。東京ハイジの佐々木智子さん。はい、先輩なんですよ。そう。と、宮本さんってまたアーケードの方に先輩がいて、はい、いたので、佐々木さん、ま、あまりゲームセンター好きじゃなかったので、はい、なんとなく、家庭用ゲーム作った佐々木さんに、はい、ちょっと就職でサウンドをゲーム考えてるのでって言って送ったら、普通に、あ、じゃあこれ普通に送っていいよって返事が返ってきたの。普通に送っていいよって言って、で、普通に、
送ったら、はい、まあ面接でってなって、一時で面接で二次面接ってやって、一時二次だけだったかな。今思うとね、一時が来て二次っていうその段階じゃなくて、一時がね家庭用でね、二時がねアーケードだったんですよ。その時のあの部長とかが、はい、あの後から分かるんですよ、はい、その面接に誰が来てたかっていうのが、はい、そう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 。で自分は家庭用の方に、その年はサウンド一人しか採用してなくて、うんうんうん、家庭用に配属されてっていう、そう、そういう感じでしたね。うんうん、後から聞いたら、うんうん、いや、うん、テープ問題なかったんで、あとは面接でって思ってたって。ああ、なあ。おお、そう。テープの段階でちゃんと最低限のクオリティは出せてたってことですよね。うん。はあ、これ、あの、昨日とかも喋ってたんですけども、うん、あの、デモってどういうデモを作ったらいいのってみんな悩むみたいなんですよ。難しいようで。しかも学生さんの時点で、まずプロレベルじゃないじゃないですか、ある程度。うん、そのプロだったらちゃんとしたその過去の作品の実績とかで僕は出せますけど、うん、そのプロ、まだプロじゃない人がデモを作ってプレゼンするときにどういうデモを作った方がいいのっていうのは。そうね。例えば杉山さんは、要は会社を経営する立場なので応募される側じゃないですか。あどういう視点で見るのみたいな。例えばゲーム音楽の作曲家になりたいですってデモを送られたとしたら、何を聞くっていうか。めちゃくちゃ気になりますね。そう、来た方が学生さんに聞きたいことってそういうことですね。そうですね。どういったものを送れば、うん、提出すればいいのか。多分、何を見るのか。例えば、その、大手のゲーム会社のサウンド部署に、はい、いたとしたらっていうのと、はいはい、今うちで撮るとしたらっていうので、はい、違うと思うんですよね。その2つで。その、はい、大手の会社にいたとしたら、はいはい、その会社によって、はい、作ってるゲームって傾向があるんですよ。あ、うんうん、例えば、うんうん、任天堂とか。任天堂は任天堂のああいうゲームしか作らない。人を死ぬようなゲームを作らないし、コエとかテクモはもう歴史ものとかああいうのをやるし、アンジェリックとか女の子ものもやるし、テクモもやる。デッドアライブとかああいうのをガチャガチャにやるし、セガはセガでポップなもやるし、あとスクエニもスクエニで、ああいうシンフォニックなのは歌いとして、それ以外のクオリティもっていう鈴木ミスト君とかもいるしみたいなのいるので、まあそのカラーが合うかなっていうかな、カラーがあった方向性のものがどのぐらいのクオリティで作れるかなっていうのはちょっと見るかなっていうのと、 あとそうじゃなくても、なんか聞くと、ま、大体聞くと人並びだと思うじゃない、ある程度こうやって、はい、なんかね、どっか突出してる人がたまにいるんですよ。なんかすごい、なんか荒削りだけどすごいの作るぞっていう人がたまにいて、そういうのは結構面接とかで聞いてそこら辺を掘り下げますね。実はどういうの作ってるっていうところとか、やっぱりみんな就職作品ってやっぱ悩むから安牌なのを送ってくることなんですよ。ただ安牌なりにたまに尖ってるのが出てくることがあって、そういうのはちょっと聞き逃さないようにしますね。SE とかはちょっと正直どうな、今学生さんが作ってどのぐらいのクオリティが作れるのかわからないんだけど、なんかそういう、なんだろう、応募があった場合は一応 MA とか見てセンスだけは見るから、この結構効果音ってライブでもそうだし、はい、撮る環境とかお金かければ良くなるんです、はい、クオリティは。ただその例えば動画に対して音質はちょっと置いといたして、適切な重量感の音が選べてるかとか、長さとかスピード感とかが出てるかとかっていう、そこら辺のクオリティじゃないセンスのところは SE は結構測りやすいので、そこら辺はもしやるとは見るかなとは思います。そうですね、いろいろなんだよな、だいたい、うん、サウンドって結構その会社によって今こういう人が欲しいっていうのがあったりはするので、なるほど、その時によって欲しい人材がまた違ったりする。例えば、うんうん、同じサウンド部署の中に実はもう結構ロックの人は溢れてんだよと、それ以外が、そうそう、だからもうそれ以外
が欲しいんだっていうときもやっぱ、タイミングもあるんですね。そう、大手の場合はね、はい、そういうのは、やっぱり大手の中でもサウンドチームって少数なので、はい、少人数なので、その中でカバーし合えるかとか見るので、合う合わないは、タイミングは結構、そんな一般の就職と違って、大勢取って、できるやつとできないやつが振り分けみたいなとちょっと違うので、そう。ところは、でもまあ普通の音楽現場もそうですよね。別に何でもできますって言って、シンフォニーさんがロック現場で行くことってなかなか、まあ、最初からないじゃないですか、のと一緒で。そこら辺はまあ、まあっていうところはありますね。そう、でも、今デモテープってなんか、なんだろう、どういう感じで募集ってくるんですか。例えば、多分曲の募集が来る。例えば、こういうイメージの曲をください。一曲。こういう曲ください。それとは別に、ご自身のフリーの曲くださいみたいな感じだったりするんですか、やっぱり。自分で事務所とかを調べてるんですけど、場所によって、その、課題曲、BPM とか、バラードとかが決まってるところもあれば、好きなものというか、自分の曲を送ってくださいっていうところもあって、あと、大手のゲーム会社だと、その、フリーで送った後に課題が、出てみたいな、その1時通ったら2時みたいな形で、はいはい、おー、そういうのもあんだ、そういうのもあって、あ、そこは多分、じゃ あその場合は多分、そのまず1時は多分その人が一番得意なフルパワーの曲クオリティを見るんですよ。あの、人によるんだけど、あのすごくできる人って他のジャンルもそこそこできたりはするので、そうそう、一旦そこのその人が得意なものがどのぐらいのハイクオリティ作れるのかっていうのをまず見、自分だったら絶対それ見ますよね。ユニバーサルなとこじゃなくて、でその後にじゃあどんなのが他バリエーション作れるのっていうのを確認するための二次デモテープみたいな気がしますね。きっとそうだろうな、間違いなく。あ、それは賢明だな、確かに。じゃあ、まあゲームとかが、まあその足りない人役割のジャンルの人材がいるかもそうですし、最初杉山さんが言ってたこの荒削りの中でも尖りがあるっていうのは、要は個性っていうんですかね、そのこの人にの強みみたいなものがちゃんとアピールできてるかどうかの方が重要だよっていう、そのまだクオリティがプロの域に達しないのはまだ仕方ないとして見てくれても、やっぱりこの光るものがだから、例えばゲームでそんなに数が多いわけじゃないけど、ものすごい優秀戦闘紹介のコーナーまで、そうそう、あっという間ですね、はい、というわけでですね、別撮りしました、湯島チョコちゃんによります優秀戦闘紹介コーナーの時間です。チョコちゃんが、まあ、全国津々浦々のいろんな場所に行って紹介してくれます、うん、いろんな戦闘だ湯島チョコの優々戦闘紹介コーナー、はい、今週も始まりました、湯島チョコちゃんによります優々戦闘紹介コーナーの時間です。チョコちゃん、こんばんは。こんばんは。このコーナーはですね、湯島チョコちゃんが、まあ、全国いろんな銭湯やサウナとか行った経験からもとにいろんなことを紹介してくれる、あと豆知識とかも紹介してくれるというコーナーになります。というわけで、はい、今週はどちらの何を紹介してくれるんでしょうか。はい、今週は六本木に、うん、はい、ちょっと爆誕したオールルーキーサウナっていうサウナ施設をご紹介いたします。六本木に爆誕したんだね。爆誕したオールドルーキーサウナ爆誕したの、これ新しいってこと？うん、比較的新しいサウナなんですけれども、お風呂、湯船はないパターンの本当にサウナ特化の施設で、まあ、普段は基本的に男性専用施設なんで女性は入ることができないんですけど、まあ、月1ぐらいでたまにレディースデーをやってくださってて、そちらの方にちょっとあのお邪魔してきたんで、どんな銭湯サウナだったのかをレポートできたと思います。これ男性しか普段は入れないんだ。そうなんですよ、結構そうなんですよ、いい施設なんですけど男性だけで、とてもできればなっていう感じで、会員制のサウナで、今んとこ知り合い紹介みたいな感じでしか増えていけてなくって、紹介制なんだ、なんか多分そんな風になってて、まあサウナ施設自体のそのスペックがすごい良くて、もうサウナとにかくストロングにめちゃめちゃ熱くて110度とか、まあ100度超えて、もうなんか中入っていくだけで足の裏ちょっと熱っ、熱いみたいな、そんな、はい、ハードモードな感じなんだね。ハードモードなんですよ、で水風呂は、まあ、綺麗だし、めちゃめちゃキンキンに冷たいんですよ、
だからもうサウナを好きな人はもう本当にここ行けばもう完結するみたいな感じ、このサウナ入っちゃうと他のサウナがなんかぬるいなじゃないけど満足感ないなってなっちゃうぐらい、そのサウナに関してのスペックが高い、よくするスペースも椅子屋さん椅子屋さんがあって本人言ってたんですけど、椅子屋さんがあって思っちゃうぐらい椅子がたくさんあって外気浴またですよ、良さがあって、本当にもうスペックが本当に良くて、綺麗な施設だったんでおすすめです、あの上級者向けみたいなイメージ、初心者は行かないもんね。そうですね、初心者は多分暑すぎてちょっと辛いんじゃないかなと思うんで、ぬるいところあんまり暑くない、スーパー銭湯系とか、ぬるめのところからせめて厚めに行くと、あのより整うかなと思います。なるほどね。というわけでコーナー終了15秒前ということなので締めてください。はい、オールドルキーサウナ六本木にできて、まあ、ちょっとお値段張るんですけど、その十分価値あると思います。ぜひ来てください。はい、というわけでですね、今週は特別企画ということですね、名古屋春専門学校さんで、から、宮谷玲二君が、ゲストに来てくれていろいろ質問するってコーナーですね。俺も質問しちゃってますけどね、それでですね、まだ聞きたいことがたくさんあるということで、次週も引き続き質問コーナーやっていきたいと思います。こんな感じでやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。でこのラジオはですね、最後終わりがせーのって言ったらお仕事くださいって言って終わります。行きますよ、行きますよ、はい、せーの、お仕事ください。